saying I'm one of a kind and they ain't feeling like me. Yeah, yeah. Started from the bottom and I'll never look back. Yeah, yeah. Look at all my haters, y'all making them mad. さあ、それでは見ていきましょう。よろしくお願いします。我が輩を楽しませてくれ。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。何事も最初が肝心なのだ。最初がな。さあ序盤の展開どう作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。技のリーチ差が重要になる差し合いの距離となっています。ドライブゲージと体力は両者万全な状況。攻めに使うか守りに使うか、ゲージの使い方に個性が出そうです。さあ SA ゲージは両者少ない状況です。貯めるかそのまま勝負に行くか。 SA によって大ダメージの機会は増えますが、その使うタイミングにセンスが現れます。ここからが大事だな。さあ試合は折り返しとなりますが、そろそろエンジンはかかってきたか。お互いじっくり時間を使っていくこともできますが、さあ技が空振るかどうかのギリギリの間合い。ドライブゲージは両者十分。どこで使っていくか、効率的なゲージ運用が重要となってきます。さあお互い SA ゲージは少なめ。先に貯めてアドバンテージを握りたいところ。完了。このラウンドの立ち回りが後になって響いてきそうです。さあ残り時間が少なくなってきました。少ない時間で戦い抜くか。残り時間10秒を切りました。もう後がありません。タイムアップも見えてきました。ここからの動きに変化が出てくるか。この地上の間合い戦、あっとこれはドローゲーム。誰が想像できたでしょうか。おっと、ファイトラウンド、ファイト。さあこれが最終決戦、ファイナルラウンド。一進一退、すごく良い試合をしている。立ち上がりの展開どう作っていくか。気持ちでぶつかっていってほしいね。お互いに SA ゲージはまだ少ないが、どうコントロールするか。このゲージ運用が後の勝負を分かつ。ドライブはできる両者、これらをどう使っていくか。使い方で勝負を分けるこのゲージ、多い状態を保つことも勝つための戦略。さあこの差し合いの間合いどう出るか。どうした、いけるだろう。さあここからだ。試合は中盤戦、両者動きが良くなってきました。まだまだ何が起こるか分かりません。まだ火力は出せません。どう動くか。さあお互いドライブゲージは十分。迎撃手完了。残り20秒となりました。どう時間を使うか。残り時間わずか。ここは出方を伺うか。時間がない。間に合うか。